はい、じゃあ、えなさん、お願いします。今日ね、ちょうどスイミング休みだったからね。よかったね。うん。えなもなんか体育出て疲れちゃったみたい。今日何作るの？今日は、親子煮。親子煮。普通に切っていいんだよね。はい。よし。よし。はい、あとは玉ねぎじゃん。よいしょ。こう切るんだよね。先にそこの茶色いところ取って。うん、レニも包丁慣れてきたんじゃないの？ちょっと怖いけど。ね。やべ、涙出てきた。涙出てきたか、ついに。ママ切るか、じゃあ。いい。大丈夫？え、なに喜ぶんでないの？めっちゃくたびれてたから疲れたって。レミ作れてよかったね。でもね、レミを作るの好きなんでしょう。うん、いいかも。いいね。うん、なみながせるからね。自分の手の使い方上手くなってきたんじゃないの？ん？あ、いいかな、ほんと。いいんだな、と。とりあえず味見してみる。あ、なんかちょっとしょっぱい。しょっぱい？じゃあ水少し入れないと。どう？あ、オッケー。うん。はい。じゃあそれにあと 何入れるんだっけ？これにブロッコリー。ちょっと待って。そう、親子にブロッコリー入ってましたっけ？あ、もやし。もやし？卵でしょ。あ、卵。おいおいおい、大丈夫かい？今日は何のお味噌汁にするんですか？わかめもあったっけか。わかめとかにすれば。あと、オッケー。天気くらい味噌。薄い、ちょっと。うん。あ、本当？じゃあもうちょっと入れれば。どれ、ママにもちょっと飲ませてみちゃう。あんまりしょっぱくすればダメだからね。入ってないし。あとこのくらいは入れた方がいいかも。ちょうどいいよ。これ以上入れればしょっぱくなっちゃう。いや、これ広がっていくの。うん、そう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 。よし、味噌汁も OK。 あ、あと卵入れて。じゃあ、はい、周りに、全体にかけて、全体に。よし、こっち側なんかちょっと卵もう一個入れるか。じゃあ、うんうん、よし、完成かな、これで。うわ、うまそう。出来上がり。出来上がり。よくできましたね。はい、完成。よかったね、うまくできてね。うん。うわ、すごいね。よし、レミ、じゃあそれ置いたらエナも呼んできてあげて。うん。んでしょ、疲れたって言って。起こして、でもご飯だよって。今日はあのエナの代わりに、ほら、レミが作ってあげたからね。はい。エナスワン。食べますか、じゃあ。いや、すごいね。はい、ねえ、レミ、エナの代わりに。エナさん。エナ、何？なんでそんな疲れてる？いい食べて。初めての体育デーにちょっと疲れちゃったってことでしょ。体育デー。あの、人混みとかに疲れるんでしょ、きっと。いい、食べて。応援したでしょ。うん。ね、食べて。ああ、はい。いただきます。すいません。いただきます。今日は親子丼ね。ママ作の。ママと一緒に作った。あの、楽しんで作ったんでしょ。うん。うん、ちなはその時何してたの？ん？上で食べれてみてた。手伝わなかったんだ。ん？手伝わなかったんだ。喧嘩になるからってね、二人
二人立てばね、いいんじゃないかな。普通にうめえ。えな大丈夫なんだ。何にそう疲れた。雨。今日雨もすごかったもんね。雨でやったの。パパ体育での選手だったんだよ。うん、何回も聞いたそれも。何十回も聞いてるかも。しかもアンカーだったんだ。リレーの。うまいね。美味しいね。でもよかったね。美味しいって。美味しいね。エナも好きなほら鶏肉料理でね作ったんだもんね。うん。なんで涙流してるのレミ。なんで涙流してるの。涙ついてるよここに。そのレミだからじゃない。ああそっか。作ったもんね。あとエナがまあ金曜日毎週こんな苦労して作ってんだなっていうのは。ああちょっと思ったのか。思ってれば涙出ちゃったの。ね、うん。優しいから。ねちょっと聞いて。はい。あのさ、1位取った人さ、放送で流れたんで、うん、あ、なの、うん、エナ何位取った。だから、エナ選手じゃねえっつっちゅう、うん、ああ、そっか応援神乱れじゃん応援団んエナがねエナ髪に乱れてる髪切った方がいいんじゃない前髪前髪ねねえ、うん、ちなさ、絶対エナ笑えないでだってエナより足をするねそれはわかんない、これからだからちなレミ練習しないとだからちゃんとあでも足って勝手に速くなってるまあ確かに練習じゃねえからえじゃあパパ反対に遅くなる人もいるしパパ1年生の時速くなったあ、なの何年生から速くなったの3年生急に速くなってて、うん、で3年生で骨折って、うん、4年生棒に振って5年生になったらさらに速くなっててじゃあレミとチナはこれからだねだから勝手に速くなってるからさこれどうしようもできんだって、うん別に牛乳飲んでたわけでもねえしさ、まあ、遺伝とかもだからあると、うん、あとよく食べることよく食べてよく運動することかな黙々と食べてるんだけどえな結構食欲あるやんなんか寝起きで元気ねえのかと思ったらお腹空いてたんでしょでも反対にこれ何これレミがどうしても食べたいと言ってね買ってきたの買ってきたんだこれまさかレミ作ったわけじゃないからね作るわ串カツこんなのねダメだもんレミうんちょいよ喧嘩しないで食べて分けて食べればいいじゃん2人だけだからなんでチラチパーダスもんなんだっけかだお前最近ちょっとそう早っもう食べちゃったなんか足りたうんそしてエナは部屋にじゃあ半分で寝る部屋で何してんのいつもよく歌聞いてるんだよ部屋に閉じこもるねいつも歌聞いてるよねいや歌めっちゃ聞こえてくるもんなんかふん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 って歌好きながらさ何度やってるんでしょこれどうだった美味しかった普通の味だけど美味しい普通に美味しいエナのために頑張ったんだもんねレミねうん、あのエナが作れないって言ったらレミが速攻、うん、じゃあレミ作るってね張り切ってたもん急遽だからね代打として、うん、しかも今日睡眠も休みだったからね作れたんだよね、うん、おかわりうん何エナのこと好きなのなんかこうぬくもり的なものがあるんでしょエナにちなみにあんねもんなこれ違ったっすよじゃあ何点かを言ってください。ん？何点か？何点中？何点満点中って言ったら100点満点しかないちな。これ覚えておけ。何点満点中って言ったら100点しかないんだから。テストもそうでしょ。100点でしょ。うん。いや、1000点だってあるでしょ。ねえよ。はい。100点満点中だよね。うん。19。点数っていうのがよくわかってない19って分かってないんだよまだちなテストで19点取ったらママ怒るよテストでお前19点取ったらやんないえあるよ100点でしょ美味しく食べたんでしょおかわりもしたじゃんおかわりじゃ何でしたの19点でおかわりする人聞いたことないはいはいいた。
ていいの？うん、どうぞ。100点。はい。よかったね。次誰？ママでしょう。100点。ママもだって作ったもんね。うん、ママと一緒に味付けしたから、ね。あ、ママも作ってる。はい。じゃあ、うん、お前は98点だ。あと2点。ほら。それって自分だけ言ってるじゃん。あと2点、まちゃん。何がダメだった？お前は98点だ。で、これは何点だ？だから98点だと何回言われた？だからこれは何なのって言ってんです。それは親子丼だ。親子丼は何点なのって聞いてんの。親子丼もお前も98点だ。十分高得点じゃないか、うん、何切れてるんだ。高得点じゃないし。まあ、高得点だよ。お前この98点っていう点数わかるか。こないだやったおいしいね、それで知っているか。まあそんな切れないけど、ただあのギャグで言ったのね、あのなんだっけ、高級レストランで食事するあのあれ、お前が100点って言ってパパが98点って言って、そこでちょっとああ切れたよね。でまた今日も切れると。今日、いやその時は切れたというか、あれあのドラマみたいな感じなんで、うん、今日はちょっと話を終わってみて。何なんだ。ああまた始まった。レミ、ね、レミ、ね、なんで笑ったんですか。パパの顔がおかしいから。パパの顔がっていうで、実は好きだからでしょ。好きじゃないし。だってこの間否定しなかったもん。なんでこんな人がすか。こんな人ってなんか98点っていうこの料理をまたぜひ作っていただいて、はい、あと2点足りなかったのは何なのか。パパには作りたくありません。うちのはあと1点。そうやって言うの。そうやってて何、ね、何そうやってて。いや、98点っていうのがさ、もう食べさせないから。十分高得点じゃないか。高得点じゃない。自分に嘘をつきたくないんだよ。嘘つきになりたくないんだよ。キモ。お前それこないでやっただろ。バーン。めっちゃキモいんだけど。じゃあなんでやったんだよ。お前がやりたいって言ったんだよ、前日。いや、あの時はやりたかったけど、今やりたくあります。もうやって、あんましばらくしたらまたやりたいって言うんだろう。前日じゃねえな、もっと前から言ってたよな、やりたいって。やだ、こっち見てるんだけど。誰が。